はいどうも皆さんこんにちは。今回はスパイダーマンファーフロムホームの劇中に登場したある場面を取り上げて、今後の MCU のフェーズ4について考えていきたいと思います。この動画にはファーフロムホームのネタバレを含むので、まだ見ていない方やネタバレを見たくないという方はここで止めて他の動画から見てみてください。今回のスパイダーマンファーフロムホームもこれまでの MCU 作品同様にたくさんの小ネタや伏線が登場しました。今回お話しするスパイダーマンファーフロムホームのある場面というのは、映画の最後の方の場面で、ピーターがニューヨークに帰ってきて街を飛んでいる時に、かつてのアベンジャーズタワーの近くを通りましたが、その時に道路にはこんな絵が描かれていました。今回のファーフロムホームの時は、このトニー・スタークが作ったアベンジャーズタワーは建設中で、今後誰がこのビルを買うのかということは分かりませんが、大きく2つの説があります。一つがノーマン・オズボーンで、ノーマン・オズボーンはスパイダーマンの敵のグリーン・ゴブリンとしても知られていますが、自らが立ち上げたオズコープという会社の代表でもあります。そしてもう一つの説がファンタスティック4のバクスタービルディングです。このバクスタービルディングというのはファンタスティック4の基地で、マーベルはファンタスティック4の権利も取得したので、今後の MCU のフェーズ4や5ではファンタスティック4であったり X-Men が登場する可能性は十分にあると思います。ここで劇中で登場したこの場面をもう一度見てみると、歩行者が歩いているところには番号が書かれていて、123と書かれていて、3の次はハテナとなっています。順番通りに行けばここには4が入りますが、この4というのはマーベルのフェーズ4を表しているのかもしれませんが、ファンタスティック4の4というのを表している可能性もあります。皆さんはこの画像とマーベルのフェーズ4やファンタスティック4についてはどう思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。